まあ、後半始まりましたけど、スコアが、翼1アンダー、僕パワープレイで、小丸さんが1オーバーで、猫さんが4オーバーで、ハーフターンしました。今から後半始まりますんで頑張ります。お願いします。
すんごい飛んでないよ。ゴルフ場まで届いてない。バンカー越えて多分この奥のバンカー入んない。入んないぐらいグリーン手前のバンカー。ん？何何？今ですね、雷警報が出ておりまして、中断となり、今僕ら2番ホールなんですけど、4番ホールの茶店にみんな、連れてこられて、今待機してます。で、まあちょっとね、多分結構時間かかると思うんで、ちょっと今から待機して、また2番ホールに戻って、開始したいと思います。はい、こんなことやられてもらったんですよ。ランボール殺し。
ナイスオン。やっとカフェがあってきたよ。おいしLater on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Caught myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while?
to talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Thank you.
ライト。あ、いいね。行く。あ、いいね。入れ。あー止まんねーよ。なんか言いたことあるんすか。いや長いプロ。え？遅い。プレイが。大丈夫これ流して。やばい。わかんない。いやでも今日は特別長いっすよね。長いっす。だってほとんどショートホールみたいなもんですもんね。パー4って言ってもさ、もう5連続ショートホールみたいな感じですもんね。グリーン。そう。でパー5みんな2で待つじゃん。うん。もう長い。この暑さでこれはちょっときついですね。きついよね。小丸さんはかなり今日不甲斐ない感じですよね。うん、いやまあでもそんなもんですよ、ね。もうちょっとできそうだったけど、まだ終わってないんです。そうですね。今日初めましてです。まあほぼ初めて。ほぼ初めて。僕が初本当ゴルフ始めて初試合の時にご一緒させていただいて。回るのは初めて。初めてじゃない。今何位だっけ？今20何位か7打差、まあ、すごいわ。トップと7打差、トップと7打差。宮瀬さんが後半パー1個だけで7ホール終わった時点でパー1個だけだ、ね、何年間もずっとシード取ってきた選手なんで、宮瀬もうただ宮瀬さんって言ったらもう有名っすもん。結構さ知らないの、もう林先生しか知らないから。そのゴルファーはThank you.
さすがに逃げますか。お、ナイス。あ、でかい。
翼がね、唯一アンダーパーで回って、順位も多分20位前後だとは思います。スコアは下記のような形になりましたので、また、こういう、千葉プロ会の試合があれば、撮影入って今後もやっていきたいと思いますので、いろいろと今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。千葉さん、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。最後。最後。ありがとうございました。最後まで、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。僕がピンチューブの。あ、そう、ピンチューブね。宣伝しておきます。どうもありがとうございました。概要欄に貼らないと。概要欄に。なんでね。概要欄に貼らないと。ピンチューブ。プレーでね、最後池入れちゃいましたけど、パーで上がれたんで、あとはもう本当にショートゲーム頑張りますよ。バーディー来なかったね。そう、結構バーディーチャンスあったんですけど、あと2、3、バーディー2つ。2つでしょ。2バーディー2ゴール。後半の、短いパー4でも、もう残り距離ないのに、そこからかかってるっていうのが、そういうところです。3636。3636。前半からあのボールだったら大丈夫か。まだいい。
ね、まだじゃなくて、いや俺はもう今から言いたいぐらい。だって結果出ないとね。はい、確かに。あのこの結果だってもう誰がどう見てもでしょう。が最初プライベートだったら、だったらそのプロがみんな言ってたかって、そう同じ引き分けだよ。やられます。ちゃんとボール準備しとけって話なの。皆さんね、あれでワンボールの方がこういう結果が出るっていうことをね、猫さんに検証したね、検証してくれたんで、いい球でもずっと使ってる球じゃないと距離感がパターンとアプローチは全く合わなくなる。アイアンとかね、そう特にドライバーのイメージも正直ということです。皆さんね、楽しんでいただけたと思います。ちょっとピンにしたのでね、撮影がままならなかったところは、ご容赦いただければと思います。すみません、はい、編集でお届けしようと思いますので、皆さんね、ありがとうございます。ありがとうございました。ナイスプレー。ありがとうございました。なんかちょっとかっこいいのになんか最後ピリッとしちゃいました。ピリッとしたよね、はい、最後サンボルクとピリッとしちゃいましたけど、でも、まあ、このゴルフやってると肘本当悪くする。そうですね、ちょっとスイングちょっとスイング変えた方がいい。直して、うん、はい、せっかくねいい数字で待ってるのもったいないから。そうっす、これで怪我しちゃった。怪我してて次あるんでしょ。あったね。あったよ。ないっすよ。ないけど、まあ、よかったっす。まあ、そんな感じで、はい、まあ、あと友達さんは、ね、ちょっと、まあ、お帰りになられましたけど、はい、ぜひ、いろいろとコメントください。コメントが一番大事ですから、ね、いいコメントも、ね、悪いコメントも、うん、その猫さんのね、ボールの件に関しても、何か文句があるやつは、ね、そうですね。真っ向から勝負戦うとか、はい、いやまあまあ、いやでもちょっとこれに関してはあんまりあれかな、デリケートだな。デリケートじゃないよ別に。まあ、まあそれか、まあデリラじゃんけんになるかなと思いますので、まあぜひね、あんだけプロに寄ってたかって言われるシチュエーションすごくないですか。うん、あ撮ってましたよ。撮ってないんだよ。撮ってないか、カメラ回ってないのよ。あんな有名なさプロ勢にさ、いやワンボールでワンボールでって言われたら無理だな。あでも心折れちゃった。でもワッフォーさんは俺はワンボールって言ってないって聞きましたよ。みんな言ってないって言いらっしゃいます。ワンボールだったらって言ってるし。気持ちが欲しい。気持ちが欲しい。まあじゃあそんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。